今回は初心者が1年でコイン大富豪になるまでを話していきます。わけもわからずミッキー手に入れて使って、出された塗り絵ミッションやってクリアして、ガジェットを手に入れる。意外とコイン稼げることに気づいて、3ヶ月間稼ぎまくってプレボを引きまくってた。その後スキル1でも稼げるツムで稼ぎまくって、セレボでもっと稼げるの来たから、それでもっと稼いだ。そして強いツムにありったけのスキチケを全部ぶち込んで、三が日セレボまでひたすら稼ぎ続けた。三が日にありったけのコイン使って、コイン稼ぎのできるツムもいっぱい手に入った。今では順調にコイン稼ぎが進んで、1年でこんだけコインが貯まった。皆さんも一緒にツムツム人生楽しんでいきましょう。